列車特番4月11日アップデート情報。よーよー、いや今日もヨガね、決まりましたね。決まりました、はい、というわけでどうも、サオでございます。どうも、カネです。列車運営のゴリさんです。では本日もこのメンバーで最新情報をお届けしていきたいと思います。はーい、はい、次回アップデートではテレビアニメ獣フレンズ2とのコラボイベントが開催されます。来ました、ついに来ました。歓喜ですよ、はい、歓喜ですねこれは現在のお知らせにも掲載されていますが、4月11日から開催となります。素晴らしい、来ました。もうね、感動ですよこれは。今回テレビアニメでも活躍するフレンズたちが、はい、まあ、デスタにも登場するんですけども、はい、それ以外にも、オリジナルのシナリオダンジョンですとか、はい、ソウルカルタも登場することになってます。ソウルカルタいいですね。ソウルカルタもある、うん、ソウルカルタ結構熱いですよ、はい、熱いですね。一枚絵なんで、はい、そうなんですよ。はい、というわけでお待ちかね、それでは今回も先行で、はい、フレンズたちのスキルやソウルカルタを、先行で、紹介していきます。はい、でですね、フレンズたちのスキルなどはですね、現在調整中の内容になるので実装時には変更される可能性がございますので注意してください、はい、ではまずはおなじみのサーバルちゃん、はい、サーバルちゃん、はい、めちゃくちゃ可愛いですねこれ見た目ですよね、まずはね、半端ないですね。しかも後ろでね、はい、サンドスターがキラキラしてるんですよ、はい、本当にね、細かいですね。細かいですね、そういうところのこだわりが見られます。めちゃくちゃ可愛い。でサーバルちゃんなんですけど、はい、貴族性の攻撃型になっております。それではですね、スキルの説明していきます。まずはですね、ノーマルスキル、貴族性らしく吸血を自身に付与する効果がございます、うんうん、そして、スライドスキルですね、補助型を優先で、防御無視の3連打、うん、プラスクリティカルが発生すると、うんうん、発生時ですね、回避率が上昇します、うん、そしてドライブはですね、HP が少ない4体にダメージを与えるという、うん、スキルセットになっております、はい、で、サーバルちゃんが攻撃型です、はい、攻撃型です、うん、まあ、かなりねシンプルに強そうな攻撃型で、まあ、癖がないというか、はい、で回避率上昇がやっぱり非常に使えそうで、うん、で自分自身にはあのクリティカルが上がる効果を持ってはいないので、うん、このクリティカル発生時、回避率上昇という効果を満たすためにはあの補助型とかで、うん、ファンテオンとかメルフォメネとかで、はい、クリティカル発生率の上昇のサポートをすればかなり使い勝手がいいかなと思っております。それではですね、今回は特別にあのドライブスキルの方もね、見応え抜群なんで見ていきましょう、はい、いいですね。はい、来ました。もうかわいい、めっちゃかわいい、お耳が、おおおお、いいっすね、はい、はい、本当にすごいじゃん、かわいい、3神ぐらいあったけどすごいですね。で、セミはちょっと独特でしたね、はい、敵ですね。あ、はい、あれはあのデスティニーチャイルドのいろんなところのシーンで出てくるやつ、はい、テレビをちょっと持ち入れて、あ、なるほど、だからちょっとこう角が生えてる感じのところとか、ね、赤色とか、うん、まあ、四角っぽいっていうところをちょっと考えて、はい、ね、それこそコラボの醍醐味と、はい、いったところがいいですねと思います。それをサーバルがまあぶち壊せたドゥンっつってはい、非常に可愛らしいドライブスキルだったんですけど、まあ、ちょっとこの前イベントで聞いたんですけど、はい、このサーバルちゃんはどう、これ入手方法的な、あ、もちろん、お、そうですよ。これはこの前イベントでも発表しましたけど、はいはい、今回のコラボイベントの中で、はい、皆さん入手が可能です。ありがとうございますありがとうございます。今回のデモンフェスタというイベントを用意してるんですけども、そちらの方を、はい、ミッションを達成してクリアしていただくと、はい、あのサーバルが一体手に入ります、うん、なるほど。で今回あの、はい、ミッションをクリアして、まあ、いろいろ報酬を手に入ると、うん、さらにその次のミッションをクリアしやすくもなっているので、うんうん、あの新規の方もですね、コツコツ進めていけば、はい、あのサーバルも手に入りやすくはなっております。はい、はいはい、続きましてですね、はい、新井さんことアライグマちゃんでございます。はい、はい、めちゃくちゃ可愛いですねこれ何回言うんだって感じですけど、うん、そうですね、超可愛いですね。しかもこれ、うん、動いてる時の手がやばい可愛いですね、これ。でその後口を押さえてふふってめっちゃ可愛いです、うん、それでは新井さんのですね性能も見ていきましょう。はい、はいはい、こちら新井グマちゃんですね、水属性の防御型になっております。そしてスキル見ていきましょう、うん、ノーマルスキルですね、自身にバリアを付与、うんうん、でスライドスキル、自身に回避プラス挑発、そしてドライブスキル、味方全体に回避、おお、うん、はい、でございます。これはですね、かなりスキルの回避性能ですね、
優れてますね、うんうん、まあ、忍耐とかと組み合わせたら非常に相性が良さそうかな、確かに、かなという感じですね、そうですね、防御型で挑発を持っているキャラも多いんですけども、そうですね、ハデスとか、はい、それにプラスして回避率上昇も入っているので、はい、まあ、敵の攻撃を引きつけて避けるみたいな、ああ、はいはい、そうですね、まあ、そんなイメージ で、ね、そう使えるかもしれない、ので、それではですね、はい、全体に回避のドライブスキルの方ですね、はいはいはい、こちらも演出見ていきましょう、はい、はい、パーフェクトは、はい、これすごくない、これマジでかわいい、マジですごい、すごい、え、これ僕らが抱きつかれちゃってるみたいな、うん、めちゃくちゃ可愛いっすね、その発想はすごいな、こっちは回避できなかったで、ね、はい、できなかったね、なるほど、一本はい、そして最後ですね、フェネックさんでございます。フェネックちゃん可愛いですね。可愛いですよ。尻尾もね、口さでね。そうそうそう、足元の動物どう、ね、めちゃめちゃ可愛いですよね。これすごいいいですね。可愛らしい動物って。かなり可愛らしいと。ありがたいですね。はい、いうところなんですけれども、まあ、こちらも気になる、性能を見ていきましょう。はい。はい、こちらフェネックさんですね。うん、はい、火属性の補助型になっております。うん、そして、ノーマルスキルですね。攻撃力が高い味方1体にクリティカル率の上昇、うん、そしてスライドスキルですね、攻撃力の高い味方2体に、攻撃力プラス防御力の上昇、うん、そして最後ドライブスキルですね、うん、攻撃力の高い味方3体に最大 HP プラス機敏性の上昇と、まあ、あらゆるステータスに上昇効果をかけられるっていうね、珍しい性能を持ってまして、うん、はい、まあ、特に、スライドスキルなんですけど、まあ、攻守のサポートなのが非常に良さげです、うん、そうですね、攻撃力、防御力、うん、どっちも上げるっていうのは結構珍しい、一緒に上がっちゃいますから、そうですね、攻撃力の高いこうキャラクターをサポートしてくれて、はい、くれるので、はい、まあ、攻撃力が高いけども防御力が弱い言い方とかいますよね、はい、基本低めですし、ね、そうなんですね、攻撃力を上げつつ防御力も上げてくれるので、はい、うん、まあ、そういったその穴を見つつ、うん、上げてほしいところも上げてくれるみたいな、確かに、はい、そんなちょっと便利なサポートキャラなのかなと思ってます、はいはいはい、それでは、こちらも、はい、ドライブスキルの演出見ていきましょう、はい、かわいいな、かわいいですね、全体像かわいい、おお、うん、あー、なるほど足元の子が、足元の子が ね、 かわいいですね、まあ、こっちも回避できてなかったですね、そうですね、僕らが僕ら、はい、今回この、はい、サーバル、はい、ライグマ、フェネック、うん、それぞれもちろんボイスは全部このデシチャのために取り下ろしをしたので、ありがたい、はい、ぜひそのボイスもぜひ、はい、絆解放で聞いてほしいです、はいはい、はい、先ほど紹介がありました、コラボソウルカルタの方も見ていきましょう、はい、はい、はい、こちら木漏れ日の温泉でございます、はいはい、これジャイアントパンダちゃんとレッサーパンダちゃん、はい、うん、そうなんですね、ツーショット、はい、パンダパンダかわいいですね、後ろでね、なんかちょっと不安げな感じで見守ってるのか、見守りレッサーパンダちゃん、はい、かわいい、火星浮上体でございます、はい、こちらはデビルランブル用の効果になっていまして、はい、攻撃を受けるたびになんと、はい、HP が回復するという、はい、なるほど、デビルランブルでなら中毒の逆みたいな、あ、そうですね、確かに回復できるってことで、アストリアの比喩にも近い、あ、そうですね、プチ比喩カルタみたいな感じになってます、はい、続きましてですね、2枚目のカルタですね、はい、ペッパップオンステージでございます、いいですね、はい、このペッパップなんですけど、はい、ペンギンズパフォーマンスプロジェクト、いいですね、はい、留学生ですか、ね、3年3年、あ、いいですね、3年行ってきた、はいはい、ということでペンギンズパフォーマンスプロジェクトの頭文字を取った、ペンギンのフレンズで構成される5人組のアイドルユニットになっております、そうですね、まあ、そちらがカルタになったって感じです、うん、はい、せっかくなので、はい、メンバーの紹介をしましょう。メンバー紹介あるね。メンバー紹介。はい、まず中央がプリンセスちゃんですね。はい、プリンセス。で、右上が、コウテイちゃん。はい、で、左上がイワビンちゃんですね、はい。で、右下がジェーンちゃん。はい、で、左下がフルルちゃん。素晴らしい。なっております。すごい、詳しい。かわいいですからね、うん。ガチなんで、彼は。なるほど。はい、で、これ見た目非常に可愛らしくてキュートなんですけれども、スライドスキルに、防御無視ダメージ上昇というのはなかなか、うん、強力なカルタになっておりますね、PVE っていうのが、はいはいはい、デビルランブル以外のコンテンツで発揮してくれるので、はい、そうですね、例えばアンダーグラウンドとか、はい、あとリバースラビリンスとか、はい、まあ、そういったところに使ってもらえると、はい、いいのかなと思っています、はい、はいはい、というわけで本日先行情報内容は以上になりますと、はい、なるほど、今回僕マジで待ちきれないですねこれはい、イベントでね、サーバルちゃん獲得できると
いうことなので、そこ含めて楽しみ。楽しみのオーラ来てて、肩痛いですね。もういよいよ明日になっておりますね、はい、今回のテレビアニメ獣の伝説コラボ、はい、ぜひ楽しみにお待ちください、はいはい、それでは今回の特番は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。